双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに台風19号の被害に伴う罹災証明書についてお知らせします。台風19号により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。この度の台風被害に伴う罹災証明書の申請受付などにつきましては、避難先の自治体へお問い合わせください。続いて台風19号災害に関する福島県の相談担当窓口一覧についてお知らせします。現在双葉町の公式ホームページでは、台風19号災害に関する福島県の相談担当窓口一覧について、福島県からのお知らせを掲載しております。またいわき地区の台風19号により被災した方への市県営住宅の提供についてや、応急仮設住宅としての民間借り上げ住宅の供与について、いわき市や福島県からの情報を掲載しております。おしまいに、令和2年度双葉町任期付き職員採用候補者試験についてお知らせします。双葉町では東日本大震災からの復旧復興に向け、職員が一丸となり取り組んでいます。復興復旧事業を実施するにあたり、職員の不足が見込まれることから、任期付き職員の採用試験を実施します。受付期間は11月20日水曜日までです。今回募集するのは一般行政職、保健師、学芸員の3職種です。任期は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの予定ですが、業務の進捗に応じ最大5年間まで任期を延長する場合があります。申し込み用紙などは双葉町公式ホームページからもダウンロードできます。応募方法など詳しくは双葉町公式ホームページをご確認ください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週はワイワイ交流会事務局の千木良隆さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間はワイワイ交流会事務局の千木良さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっと風邪ひいちゃったんですか？ちょっとですね。ねえ、うん、寒いですから最近ね、そうですね。喉を大事にしてくださいね。はい、よろしくお願いします。今回はですね、10月1日から2日にかけてワイワイ交流会で、ワイワイ交流会 in 群馬谷川岳が行われたというふうに伺いましたので、はい、どういったコースだったのか、はい、まずは教えていただけますか？はい、まず初日なんですが、はい、天気も良かったし、あと、ある程度温度も高かったっていうか、はいはいはい、まあ、ちょっと動くと汗かくぐらいの感じで、はい、じゃあ谷川岳行っちゃおうよって感じで、はい、当初は違うところを見ようと思ったんですが、先に、まあ、それでも実際にその楽しみは先に取っておくんじゃなくて、もう先にやっちゃおうやっちゃおうと、ね、へえ、
そんなことでですね、はい、で実際谷川岳に登りました。ロープウェイを使ったんですか？ロープウェイですね。でこんなこと言うと怒られるかもしれないけど、サンダルでも登れる、うん、なるほど。そのぐらい手軽に登れるっていうことですよ ね、はい。でただ谷川岳はですね、うん、実際にギネス記録で、うんうん、死亡者の多い山なんですね。なるほど、はい。これ一ノ倉沢とかなんかそうなんですけど、うん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 、絶壁に登って、うん、継続で登っちゃった人ですね、はい、が降りられなくて滑落して、そういう状態で死亡者が多い、ね、そういう場所でもあるんですね。でもね、うんうんうん、ただから今回はその、まあ、皆さんに危険なところを近づかないで、うん、なるほど、気軽に行けるところっていうことで、はい、ロープウェイを選びました。ロープウェイを使って登れるコースで、まあ、登山を楽しんだってことですよ ね、はい。景色良かったですか？景色はいいですね。うん、で実際に山頂で登ってですね、はい、峠のリフト駅の屋根の方に、はい、谷川岳をちょうど眺望できて、うん、写真撮るのにちょうどいいところ、ちょうどいいところがあった あったんです。だからそこで写真を撮らせていただいて、はいはいはい、まあ、みんな満足って感じですね。うん、お天気がもう良くてね、そんなに寒くもなくて、そうですね。2日目はどうされたんですか？で2日目はですね、はい、まずは藤原ダムっていう、うんうん、東京の方の電気を作ってる、なるほど、うん、水力発電所ですね。大きなダムですね、はい、大きなダムですね、うんうん。で実際にそこではですね、お猿さんが出迎えてくれたんですよ、うん、来るの分かってたんですよね、きっとね。ですかね。ちょうど親子連れの猿だったんですが、うん、それを出迎えてくれて、はい、まあ、前回のトロッコ列車の時もそうだったんですけど、はい、山の方に行くとやっぱり猿が出るんだなって、ね、そうですよね。よく会いますよね、猿に、ね、会いますね。はい。で続いて水上の水木交換っていう、はい、まあ、道の駅ですね、はいはい、うんうん、でそこによって利根川のせせらぎを、ね、うん、見に行く人もいたり、うん、農産物を見たりいろんなことをして、うん、自由行動な、まあ、うん、自由行動ですね、うんうんうん、なるほど。今回参加者って何人ぐらいいたんですか？はい、参加者全部で14名です。14名、はい、全部一番多いですね。群馬県だけじゃないですね、じゃあね。群馬からは2人だけで、はいはい、2人だけって言うとちょっとあれなんですけど、うんうん、で他から、まず埼玉県の加須の方から7人、うん、7人、はい。であとは茨城の水戸から2名、はい、1家族ですね、はい、あと栃木県の鶴見や、うん、あと同じく栃木県の那須の方から1家族2名、はいはいはい、という方たちですね、集まっていただいて、じゃあなかなか1台で移動っていうのはできなかったんですね。そうですね、だから全部で車は5台ですね、うんうんうん、5台。5台なんで、前は信号通過青です通過しても、はい、後ろが赤になっちゃうと。そうですか。うん、ちょっと過ぎた場所で止まってるから、うん、信号無視だけはしないでくださいねと。そうですね。まあ、それがね、実際にやって今度、うん、事故を起こしちゃったらまた、うん、大変だ、うん、つまんない旅になっちゃうんで、うん、じゃあのんびりとみんなで、まあ、のんびりとゆっくりと車連ねて行ったんですね。そうですね。でワイワイ交流会といえばいつも趣向を凝らした美味しいものを食べてるっていうイメージがあるんですけども、はいはい、今回どうですか、どんな美味しいものを召し上がったんですか？初日がですね、水上駅のすぐ前にある、うん、食堂だったんですが、はい、で実際そこで、最初は3食、田舎そばだったかな、はいはいはい、でそれを頼むつもりいたんですけど、いたんだけれども、だけど実際にメニュー見ると美味しそうなものがいっぱいあるんですね。まさか変えたんですね。だから自分の好きなもの食べましょう。なるほど。ここでも自由行動、ね、自由行動で、ちぎらさん何召し上がったんですか？きのこそばです。きのこそばを、はい、美味しかったですか？美味しかったですね。でその他に、うん、このお店事前に予約しておきますと、はい、味噌田楽1本サービスいただいたんですよ、ね、優しい店ですね。ですね、うん、だからこれもできたし、はい、あとは、まあ、このお店だけじゃないんですけど、うん、宿の方も、うん、45日前の予約で割引なんですね。へー、
じゃあ早めに予約した方がいいですね。え、そうですね。ねえ。で、あとは谷川のロープウェイも日本自動車連盟、はい、JAF の会員が3人いたんで、1人全部100円です。あ、それだけで。まだそういう状態で、ちょっと割引を使わせていただいたというのが今回ですね。あ、なるほど、はい。そんな中でカスタネット作ったんですか？作った人、あ、絵付けですね。絵付けをしたんですね。へえ、はい。これ赤とか青とか？うん、ムクの木の状態に絵をつけてくると、うんうん、自分の好きなやつを。なるほど。え、これは千田さんもやったんですか？別なところでいろいろやってたら、なるほど、私の方は時間なくて やってないんですけど、うん、でやっぱりあれですね、カスタネットって言うと、うん、青と赤ですよね、イメージは、ね、ペアになってるんですけど、うん、はい、昔その輸入した頃は、うん、女の子が赤、うん、男の子が青ですね、という状態でやってたらしいんです。はいはい。ただそれだと実際に小学校入学者が、はい、今年は男、去年は女だったとか。あ、なるほどね。数が違うんで、するのも大変だったと。だから赤と青で一セットになった。だから赤と青、一緒にすれば、よりね、在庫管理も簡単かなっていう。そういうことだったんですね。いろんなこと勉強されてきました ね。 そうですね。だからこういう状態でね、やるのがいいかなっていう。いいですね、はい。そしていっぱい写真も撮ったと伺いましたけれども、その写真はどこかで見ることはできますか？うん、写真は双葉町の人と町から配布されてるタブレットですね、うん、はいはい、タブレットに一応載せていきました。うん、じゃあそこから見られるんですね。うん、そうですね、はい。紅葉の綺麗な写真を、あと、うん、あと紅葉情報もですね、はい、実際に谷川岳のロープウェイの株式会社で出しているホームページの方ですね、はい、紅葉情報を見れるんですね。はいはい。だからそれをあれを実際にホームページのリンクをね、うんうん、リンクを貼って、はい、でそれもまた見れるようにしました。あら、いろいろとありがとうございます。だから実際に旅が終わっても忙しいですね。まあですね、で実際に今もちょっと見てはいるんですけど、うん、なんか4日の日に雪が降ったみたいな。ああ、そうですか。やっぱじゃあ10月の上旬に行けてよかったですね。そうですね、時期的にはちょうどよかったかなって感じです ね。はい、ということで今日は、ワイワイ交流会の皆さんの旅について、事務局の千倉さんにお話を伺いました。はい、またお話聞かせてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。